そうですね、まあ、サイズ的にはこんなもんなんでね、このスペース、まあ、玄関先に置いてみようし、まあ、トイレをゆっくりなさる方ね、トイレで結構本読む、そういうタイプの方にね、トイレにかけていただいたり、はい、あとはそうですね、急な、鍋敷とか使っていただければ、はい、ちょっと鍋敷はっていう時にスッとこう、結構厚で31日もありますんで、丈夫な紙で作ってますんでね、もしちょっとしわくちゃになっちゃったらまた買っていただければと思っております、そういうスクランブル発信できますんで、ね、対応できますんで、今回まあ、特別ゲストというかヤスさんが一緒に、まあ、はがきで応募してくれたんでね当たってよかった、本当にね、3絶の中からね、2900通があいつだったんでね、選ぶしかなくてですね、ちょっと一緒に入っていただいて、ああ、そんな甘いやっていいっすいや、本当ですか、ソーシャルディスタンスで、はい、いや、めんどくさいから来てください、ね、どんな形で参加されて、まあ、スペシャルサンクスですよね、だからね、はい、心強いですか、はい聞こえてますよね今心強いですかって聞こえてたでしょ今、いや、ずっと最初から参加してて、はい、そう思いますか、ね、ずっと見ていただいて、あ、やっぱね、ちょっと明るくなりますね、ちょっと、はいはい、どうですか参加して、いや、面白いですね、これすごいいいカレンダー、これはね、僕ね、めくれないんじゃないかなと思ってます今、だから面白すぎて、あ、1ページ1ページ、1ページ、だからもう1枚で終わってしまう、お客さんもいらっしゃるんじゃないかっていう、このようにちょっと耳が赤くなったらもうゴールしたってことですから、はい、一つ、あ、見逃すなよ、いや、お前の頑張れ、見逃すなよ、ごめんなさい、はい、すいません、耳が赤くなったらですね、はい、次行っていただければ、もう何もないと分かりますよね、何もないです、で一回分かったでしょ、ま、目をゆっくり閉じたらもう次行ってくださいってことですから、はい、ですね、はい、こんな感じの時は、はい、すいませんの、本当ね、いやいやいや、もう30、はい、もう31パターンね、31パターンだからもう、もう本当にこれも365欲しいっていう人もいるんじゃないですか、だから、いや、本当は、はい、もう、うん、すっかりね、この皆さんたち31すぐできたんですよ、結構、うん、あと作家の北とかも入ってくれて、はい、そしたらやっぱ現場の マネージャーがですね、ヤスさんどうしますかって急に言ってきましてね、あ、鶴の一声、鶴の一声、いや、ま、松永の鶴の一声で、すごいね、険悪なムードになりましたけど明るい歓迎ムードでしょそこで、ああそうだ、うっかりしてたヤスさんの2連でしょ、8って8ってね、ヤスさんの矢で4もヤスの巣だから2日ぐらい入れないんじゃないですか、8は横にしたらインフィニティ永遠ですよ、こういうね、そうですよ、ヤスはもうそこの日に入ってますから、そうもうほんとね3日間話し合いましたから、ね、口開ければヤスさんどうしますかと、やっぱね、先方にももうそろそろいろんな絵コンテとか、うん、いろんなの出さなくちゃいけないからどうするっていうことで、はい、急に言うとね、拒絶反応起こすんでね、制作さんも、ちょっとずつヤスのトークをしてって、馴染ましていこうってことで、それに半月かかりましたね、はい、気遣いに感謝します、こらこら、でも今日はね、ちょっとディレクター的な役割も果たしていらっしゃいますね、はい、あ、そうですね、これはね、ほんとね、マジ、芸人たちも話す、制作行ったらすごいディレクターなんじゃないかっていうぐらい、僕、はい、最終的にだから裏方さんに回りたいんですよ、だから、はい、いや、これがね、編集がうまいんですよ、はいはい、よく結婚式の V とか頼まれるんですよ、で、ちょっとストーリー仕立てでね、新郎のなんか、こう、新婦と出会うシーンをコントチックに、ウド君と出てもらって、俺の幼馴染の、はい、んでヤスも出てもらってやった時に、はい、作ったら50分ぐらいになっちゃったんですよはいはい、いや、だけどそうなんですよね、いやって、でウドがその新郎役っていうかね、それやってて、はいはい、すごいボケてくれるんで、俺大好きだから残してたら50分ぐらいになっちゃったんですよ、したら、いや、見るのは多分5分前後限界だと、披露宴 で、ね、みんな料理も来るしね、はい、大体スピーチの時にさ、ローストビーフ来るとみんなね、うん、こっち向いちゃうから、はい、天敵なんだよローストビーフがね、俺たち、ロブスターとか、そうね、あれ、はい、だからしたらもうどんどん、いや、3つ面白かったんだから2つ削ろうっつって、うん、ウドがこんなにやってくれたのに、いや、5分だ、持たない、お客さんは持たないっつって、はい、結婚式は特にっつって、で、結局4分30秒ぐらいにしたんですよ、はい、そうです、で本当その結婚式俺とことも出るはずだったんですけど、ちょっと仕事で言えば林間運動会がありまして、それ行くとこで、安がここに縁もゆかりもないのに出てくれたんです、俺の幼馴染の、全然知らないのに、
全然知らないと友達のね結婚式全然知らない、はい、そしたら新郎からやっぱ受けたっつってでその V も見せてもらったんですよね披露宴の、うん、やっぱ4分30秒で、うん、あ45分30秒全部カットして、うん、いいの作るんですよ、いや2人のためを思ってですよあれはそう、長すぎちゃうとねそう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 、ちょっと今も若干トーク長いからそうですねこれもカットしてこれも編集したいです僕これも自分のさっきの発言もそういう制作家だっていうか、はい、ディレクター編集能力があるんですよね、うん、はいはい、だから次褒めて、はい、順番だろ髪型が、はい、くせっ気なのに清潔感ありますね、はい、編集してこいとありがとうございますこのカレンダーねまた見て明るくなっていただきたいみたいなねそれですそれですそういうことですよねあなんかさっき裏方自分のさ口で言うのもなんだからさ、はい、お前に託したのよ、はい、カレンダーめくっていただいて、はいはい、明るく過ごしていただければと思っております。そうですね。はい。本当広瀬すずか飯尾和樹かってぐらい CM でね。まずすずちゃんに謝れ。同じく持ってくるの本当に。いや朝日企画の広瀬すずですよ本当に。お姉ちゃんになってくれよじゃあ。お前もお姉ちゃんに。アリスちゃんに。アリスさん無理姉妹でこうさ。アリスさん無理さ。アリスさん。いやいやいや。アナザースカイのアシスタントできないです僕は。今田さんがお断りだよ。はい。どうですか実感としては。いやでもそんなないんですけどもね本当にまあ本当に二人ともなんですけどねよくあの20代の頃暇でね、はい、床ずれするぐらい寝てましたからね、だから今それがちょっとこうねチャラになるぐらいにああそうですね、まあ、ありがたいですよねって呼んでくれてね大体まあそうですね、現場行って分かるんですけども大体、まあ、キャインだネプチューンだとかね同期が築き上げた城にあの遊びってる感じで、はい、本当それ有吉もそうですよね後輩なのにああいう時の遊びってるみたいな感じでそうすだからもう、時代が勘違いしてるうちにねだん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 こういろいろ仕事させてもらってねちょっと待って、殴りますか勘違いさせてくんでいいんだよ勘違いしてるじゃないと、ね、仕事をいっぱいやってさ気づく前に気づく、ね、そうあれおかしいな言い方出てずーが出すぎだなっていう気づく前に早くどん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 世間の皆さんまだ寝ぼけててくださいお願いします、はい、そうですよ気づかないうちに、ね、ずっと勘違い続いてほしいです頭はっきりする前にねはいそうですよ日めくりカレンダーが出ますんでね気楽に利き手でめくってください本当に、はい、爪を切りすぎるとねめくりづらいと思いますんでね一つ、はい、爪をある程度伸ばしながら、めくってくださいよろしくお願いします胸がこんもりしますからはいはいぺっこりからこんもりでこんもりで、はい、これ編集点ですけどねはいどうもありがとうございますありがとうございますすいませんありがとうございますお疲れのところすいませんすいませんありがとうございます疲れてる見えますかこれありがとうございます本当にはいこれで疲れてるなんて最近使ってるなんて勘違いすんなよ僕勘違いええ勘違い平行棒ですかやしましょうかよし本当に飲み行こうかゆっくり